The United Nations is an international organization that America and Britain consult to see if they should start a war with somebody, and whose advice they then completely ignore. Which is why I strongly believe that military action should be taken at this juncture. Thank you. Thank you, Prime Minister. I now call upon the Prime Minister of Japan, Mr. Udigawa.温かい歓迎の言葉をありがとうございます。各大使閣下、ご列席の皆様、初の戦後生まれの総理大臣である私が日本の内閣総理大臣として初めて北大西洋理事会に出席することは歴史的であるとともに大変嬉しく思います。まずは当然のことを申し上げることから始めたいと思います。 日本は国際社会のために成すべきことを実行する用意があるということです。そのためにも日本は志を同じくする他の世界の国々と最大限力を合わせていかなければならないのです。リガ首脳会合の成功を祝いを NATO に加盟していない日本を含む民主主義国と関係を強化していくとの NATO 首脳とのコミットメントを歓迎します。日本と NATO はパートナーです。日本と NATO は自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値を共有しています。これらの価値を擁護し普及していくために日本と NATO が協力していくのは当然のことです。我が国政府は 先ほど述べた基本的価値に基づいた世界の安定と繁栄を強化していくことを決意しております。一方 NATO は加盟国やパートナーシップの拡大を通じ自由の輪を拡大させていきたいと思います。日本と NATO はグローバルな課題の解決に向けた責任感を共有しています。日本と NATO は 紛争に際して平和の定着を目指し、これまで以上にお互いに持てる能力を発揮し、共に行動する必要があります。10年以上前から日本はカンボジア、モザンビーク、東ティモール、インド洋、イラクといった様々な地域で。And so our voyage of discovery has come to an end. What interesting insights we now have into the people of our two nations. We've learned that the British and Americans have two legs, that they both eat food, and that they sometimes wear hats. Fascinating. Goodbye.